エクスは韓国の現代自動車が販売していた乗用車であり、また韓国メーカー製乗用車としては最高級車種といえる一台である。1999年に日本の三菱自動車製、プラウディアとの共同開発によりエクスの名称で発売された。他国への輸出用モデルはセンテニアルの名称で販売されている。マイナーチェンジも行われ、2009年に 自社独自開発とされる二代目モデルにフルモデルチェンジされた。プラウディアとの相違点はグリル、ボンネットマスコットが異なり3.0リットルエンジンの設定があることである。なお、プラットフォームは子会社のキア自動車の高級車をピラスにも流用されている。開発コード名6。正式発表に先駆けて2008年8月に外観のシルエット画像と 簡単な概要をマスコミに発表し、その後2009年2月17日にはマスコミ向けの試乗会が催されるなどのティーザーキャンペーンが行われた。なお、試乗会では比較用として、レクサス LS やメルセデスベンツ S クラスも用意された。翌月11日、セダンタイプが韓国で正式発表された。外寸は全長5 1 6 0ト、mm、ル。 全幅 1900mm、全高 1495mm、ホイールベース 3045mm。ジェネシスと同じ FR プラットフォームを採用し、エンジンは、ラムダ3.8リットル V6 とタウ4.6リットル V8 の2本立てである。9月29日には、リムジンタイプのエクースリムジンが発表された。全長、ホイールベースを、 エクウス比で 300mm 延長。V6 エンジンはセダンタイプと変わらないが、V8 エンジンは4.6リットルから5.0リットルにスープアップされている。2010年にはニューヨーク国際オートショーにて北米仕様が出展された。2012年11月マイナーチェンジ。バンパーは新デザインとなり、ヘッドライトも LED 内蔵型に変更されるなど、 フロント部分は大幅にフェイスリフトされたが、全長自体は不変である。同時にアルミホイールもデザインが一新された。エンジンは V8.4、6リットルが廃止され、標準、リムジンともにグディ化された V6.3、8リットルと V8.5 レールの設定となった。3.8リットルは 6AT から5.0リットルと同じ 8AT に進化した一方で、 5.0リットルは、中低速トルクを重視し、最高出力が 430PS から 416PS に変更された。2013年3月ソウルモーターショーにて、エルメスとのコラボレーションモデル、エクウスバイエルメスを出品。シートなど、内装の至る部分に、エルメスのバッグなどに用いられる生地を使用している。標準、リムジンとも1台ずつ製作された。 2015年12月、後継車種のジェネシス EQ900 の登場により、販売終了したが、北米では2016年まで販売が続けられた。二代目モデルにおいて、正規輸入は行われていないが、韓国在日交換用あるいは、韓国企業役員用などとして、少数が韓国から日本国内に持ち込まれている。ありがとうございます。